食べたごちそういろいろです。7月30日金曜日、マクドナルドで朝ごはん。これは丸亀製麺さんですね。釜揚げうどん290円と温泉卵は無料券を使いました。ガストわらび駅前店へ行きました。かき氷食べます。抹茶のかき氷ですね。270円ぐらいですね。クーポン券で 2,3 円安くしました。でこれ追加注文でフライポテトですね。7月31日土曜日、ケンタッキーフライドチキン四ツ谷駅前店へ行きました。オリジナルチキンと、お水の組み合わせで税込み360円かな。8月1日日曜日、吉野家で朝ごはんを食べます。吉野家の、円波店ですね。これは牛小鉢朝定食ですね。納豆牛小鉢定食ですね。税込み404円。こんな感じですね。これは8月2日月曜日、永田本庄店ですね。永田本庄店。駅中にあります。で、この日食べたのは、まあ、朝ごはんちょこちょこいろいろ種類がありますが、スジコンオムレツ定食。まあ、これが、永田本庄店の朝ごはんらしいんでね、これを、まあ、たまに食べてますね。410円ですね。店内こんな感じですね。お水。同じ日ですね、サイゼリア、北米駅の前にありますね、JR 北米駅。スパイシーハンバーグ定食を食べます。ご飯小盛りにして、ドリンクバー付き。これで税込み550円ですね。で、株価を見ながら食べます。あ、この日、商船三井、あ、まだ6200円だったんですね。今は7500円最高値つけてますね。スパイシーハンバーグを食べます。こんな感じですね。これは8月3日火曜日、朝ごはん。ハムエッグ納豆定食、404円ですね、税込み。8月4日土曜日、8月4日土曜日、ベックスコーヒー、四ツ谷駅中にありますね。朝ごはんメニューはこんな感じですね。ここに食べたのは税込み430円の、ハム卵サンドイッチのモーニングメニューですね。アイスコーヒー、紅茶かな、紅茶をつけてますかね。アイスティーをつけてますね。同じ日、またガストですね。ガストの赤羽だったかな。ポテトといちごかき氷、400円ぐらいですね。400円ちょっとで、サイゼリアで赤羽のサイゼリアでミラノフードリア税込み300円を食べました。